は生き生きライフ夢そうと思っても生き生きライフ I love you でも生き生きライフこの世はテーマパーク Two eyes その目がその耳が Your heart その心が感じているのなら Two hands その手で Two feet その足で Your heart その心が感じたまま進め愛よ愛ある世界は生き生きない夢そうと思っても生き生きない I love you でも生き生きないこの世はテーマパーク Two eyes その目が Two ears その耳が Your heart くたびれてしまうこともあるけど Two hands その手でその足で My heart 変わってゆこう感じたまま進め愛ある世界は生き生きライフ夢そうと思う今日も4人でジャパンゲットですよーしすいません喜んどるかそうです改めましてジャパリネットボーカル木戸健次郎ですギターの中田ですベースの鹿島ひろきです、ドラムの中岡良一です、はい、おはようございますということで始まりましたジャパリネット TV ということで初めて4人で揃ってお届けができます先週ですね、はい、10月の14日に23周年記念、うんライブ配信をやりました。やりました。2年7ヶ月ぶりの開催。ねえ、うん、ライブ配信、あのライブでねやりましたんで、今日はその時の模様を振り返りながら、感想を言っていこうかなと、はい、思っておりますんで、はい、どうぞ最後までよろしくお付き合いのほどお願いします。お願いします。ね、23周年記念ライブの、模様をね、はい、ダイジェスト版に。まとめてくれていますのでそれを一緒に見ながら楽しんでいきたいと思います振り返ってみようみたいな ねということでライブダイジェスト版のまずは前半戦をお願いしますいい今日も4人でジャパハリネットデイ23周年アニバーサリー配信ライブへようこそ本当に見てくれるみんなのおかげ、支えてくれるみんなのおかげで、23周年迎えることができました。で、今日からまたね、24年目ということで、一個ずつやっていこうと思いますんで、今日は楽しい一日にしようよろしくないのに残ってる自分を支え助けてくれる魔法の僕が「ありがとうあの日の君が」「ありがとう」
配信ですが、はい、どうですか？非常に緊張しております。緊張してます。昨日の夜からもはや。ちなみにAC とアコースティックとバンド両方やることになってる、なったと思うんですけど、はい、違い的に何かありますか？頭の中がもうぐちゃぐちゃです。整理できてないと。一つ意気込みをお願いします。そうですね、今日は配信ライブ、もうおかげさまで23周年ということで、そうですね、まあコロナ禍ということもあって、せっかくできるんだから、まあ思い切って楽しんで、そして楽しんでもらえるように、視聴してくれる人が楽しんでもらえるように、一緒になって楽しく時間を過ごせたらいいなと思いますんで、頑張るぞ！メンバーもオーディエンスも満身創痍。いいね。ナイスコメント。素晴らしい。その通り。素晴らしいね。ちょっと両一読んでみようか。うん。ね、せっかくですから。うん、お芋ちゃん、店員Qさん、ヒーヒーさん、かぼちゃさん。ラジオネーム違うね。ラジオネームじゃない。ラジオネームじゃない。ラジオネーム。ついつい職業病。職業病です。聞きました。ラジオパーソナリティですから。さすがいいですね。そういうのいいですね。ラジオネーム Z なしさんですね。人変わったぞ。ね、さあ続いて読めません。ミキさん、アリーさん、どうもありがとう。ボタンですから。そっと止める。あと一応僕なりに常に4人が映るようにするにはどうしたらいい？おそう、僕なりに。いいこと言いますね。俺どこ行っても良一がおらんなるな。いいこと言います。ぜひとも後半の VTR、うん、アンコール明けに注目してみてください。あれも面白いことが起こってますんで。僕らは、まあ、AC やってたって言ってもバンドはやってないんでちょっと、うん、まあ違いはあるんですけど、うん、中田君と良一は、まあ、まあバンドもやってなかったよね、うん、ずっと、うん、いつもそうなんですけどね、仕上げるのはやっぱもう優等生なんで、うん、特に良一はもう必ずライブには仕上げないとね、ライブだけしょうがないんやけど、うん、そうなんですから。どういう練習してたのかなっていうのが、うん、良一から素振り
素振りなんですよね。うーん、面白くもなんもない。いやいや、でも普通ドラムセットをみんな家に持っとったりとか、この年齢になったら、うん、パタパタするドラムキットとかって、うん、もう持っとるさ、電子ドラムとか持っとるんやけど、うん、永遠部屋で素振りっていう。涼一くんが素振りしてる時の集中力がすごいですからね。ああね、え、見たこ、え、見せたことあった。いや、だからそれも東京事務所でね、うん、あの時もやっぱ話しかけれんもんね、うん、だって昔機材車でもうこう素振りの練習してて、うん、あの僕機材車降りて帽子どこ行ったかなと思ったら両一の素振りの足の下で僕のハットがクシクシになってたんですよ。知らないでしょ。ひどい。クシクシになってて、いくらなんでもってなって2人とも ごめんみたいな。でも練習しててなったから俺も怒るに怒れんし。まあ怒れんね。そうやろ、なんで。あのすごいなんかいいハットかぶってや。そうそうそう。あれがもうほんとキレーにこうぺっちゃんこになって、くしくしにくしくしにここで。それぐらい集中してるってことですよ。集中して。中田くんも鏡見る方やもんね、弾きながら。最近見出した。あ、最近見た。昔から見てなかった。昔から見た。昔からあのまさきのナルシストやっぱ。しかもなんかあの街歩いててもあの反射のいい鏡を必ず言われん、それあんた必ず顔真っ赤にするで、必ず通りすぐりにちょっとこせるかほんまに見てるんやからやってないやろ。やちょっと話聞いてばっかしもあれの、ちょっとお便り読んでいいですか。はい、あ、お便りお願いします。いいですね、お便り、はい、お願いします。吉清さん、物心ついた時から車の中でずっと流れてて、ジャパハリがないと今の自分はないと言っても過言ではないくらいずっとジャパハリと一緒の18歳です。18歳、はい、18歳、多分親御さんが流してくれたんですかね。この18年の間ジャパハリと成長してきました。今日もありがとう、ジャパハリネット。ありがとう、よーし、ありがとう。いやすごい嬉しいね、清吉さん、はい、18歳ね、物心ついた時から18だけ。それでは、ライブダイジェスト後半戦お願いします。今日配信ライブですが、久々、田中さん、どんな感じでしょうか。いやもう楽しみの方が勝ってますよ。あ、なるほど。ドキドキよりも、ドキドキよりもワクワクの方が勝ってます。ジャパリの中では一番わかりやすいこう、まあ、二刀流というかまあかっこいいことだと言ったら二刀流だよね。なんか理学療法士ってこう人を支えるものじゃないですか。でまあバンドを与えるものといえばあれですけど、うん、そこがすごく両極端ですよね、うん、支えるものと与えるものの違いって。でもなんかこうなんていうんですかね、手段が違うだけで、やっぱり理学療法士はこう、うん、医療的な技術と知識と経験とで人を支える、うん、ジャパハリは、うん、まあ自分もそうやけど、うん、もうギターと音で、うんうん、で僕らを応援してくれているファンの人たちを支えると。素晴らしい、ね、方法と手段が違うだけでやってることは一緒じゃないですかね。いいこと言いますね。晴れの日も恋してる夏へ、もう誰のことも好きにならない、姿となり語るはずない、道を探してまた空を見上げて、でもねありがたいのがこの年になってもそういう人がね、うん、各地にいてくれるっていう、それよ、 それが一番よ、うん、本当それですよ。皆さんありがとうございます、うん、本当に皆さんに支えられての23年。それはそうです。誰かというとパソコンの前の携帯の前のあなただ。え、あなた全然合ってないのあなたペチって言ったら I'm gonna stay
たよ、そう言いたくて、いつの頃から歩き出した、ただひたすら褒め合れたくて、人間模様を愛しこって配信ライブ、まあ、久々の、まあ、ライブという形になりますが、うん、ライブですね。どのような気持ちでしょうか。気持ち、うん、なんか久しぶりにね、こう緊張と戯れとる感じがあって、うんうん、戯れるね。この感じはいいですね、うん、やっぱね、バンドの緊張っていうのはバンド戦限りはやっぱなかなかないよね。やっぱ普段の、うん、まあ、バンドとは違う仕事、テレビとかラジオとの違い、うんうん、緊張感ですか。なんやろな、なんかあっちは責任がとついて回るもんね、うんうんうん、ちょっと立場が違うんかなって思う、うん、求められてるものも結構明確だったりとかするんで、うん、答えがあったりとか、これをしてくれっていうのがあるんで、うん、バンドそういうの自分らで作っていくもんや、難しいよね、やけに緊張するんやと思うんですけど、もうすぐ本番ですけど、うん、意気込みを一つお願いします。意気込みですか。はい、本来やったらですね、みんながこう住んどる街に行きたい、うんうん、で行ってやるのが礼儀なんやろうけど、うんうん、まずはこういう形でやれること一生懸命やりますんで、うん、楽しんでいただけたらと思います。了解しました、はい、じゃあ本番頑張ってください。頑張りましょう。はい、どうも。眠れないあの夜を超えて、リーダー、はい、いよいよライブですよ、はい、当日、はい、久しぶりのジャパリネット、はい、どうですか。最高です。何よ。以上です。待って、さんざんいっぱい聞いとるやないか。 AC との違いとかないの。ありがとうございます。ないのね。聞いてくれて本当にどうもありがとう。ジャパリネットはまだまだ続くぞ。
疲れした。お疲れした。お疲れした。いやー、よく頑張りました。あんだけ汗出るんですか、源蔵さん、本番。あんだけ汗出るのに今おしっこ漏れそうで。すごいですよ、それ。こんな感じでした。結構飲んだね。結構いきましたね。どうですか、楽しい。どうですか。いや、あの、やっぱりバンドって楽しいなって思いました。やっぱいいですか、バンド。やっぱりいいね、バンドってね。いや、本当にね、やっぱり4人で音を出し続けるべきですよ。なるほど。はい、やっぱり続けるべきです。続けることかな、頑張って。じゃあ、ね、ジャパハリネットとはどんな存在ですか。ジャパハリネット、お、難しいな。なんか僕の中ではもう中心ですね。中心な存在、全ての中心、生活の中心、心の中心というか、そんな存在です。どうでしたか。いや、もう本当に最高でした。いや、もうやっぱこうライブ独特のこの緊張感と、あとその顔の開放感と、それぞれの年齢を重ねたならではの変化と、そういうのをすごく感じることができたと思います、何よりも本当にたくさんの人見てもらえたのが嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。吉さん、どうでしたか。なんか思い出させられましたね。何をって話なんですけど、やりたいけどできない、行きたいけど行けないっていうのが、なんかそういうの踏まえてくれるのが大事だったので、なんかすごく大きなものを教えてもらって、掴んでる、お話。本当わからなかったよ。本当だと思ったけど。どうでしたか。今日の配信ライブを終えてどうでしたか。最高です。いいよ。ありがとうございます。最高です。以上です。以上でした。必ず開ける。それでは今日も4人でチョパハリネットでした。この終わりで何だろうか。おーい、おー、来た、来た、来た、やる気した。いや、後半戦ごちそうさまでしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、もっこりだくさんで、すいませんでした先生。マイクスタンド。あ、全然全然、そんな全然思ってない。編集の人が、ね、言っただけで、僕は全然かますかますよ。あの編集は良かったですね。ただね、あの編集ないと気づかない人結構多かったんじゃないですか。ただマイクさん全く今でも覚えてないですもんね。まあでも今に始まったことないですからね。ヒロ君のマイクスタンド邪魔なとこに置くっていう。さらに楽しんでもらうために23周年記念グッズがございました。よっ、やるぞ。もう中田君これでもうさらににっこりですよ。出てる出てる、あ、消えた、あ、出てる出てる、これ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 だ。今回ね、そう、ご紹介じゃ、ね、新しいグッズがたくさん出ておりますよ。はい、はい、というわけで、はい、というわけです。こういうの楽しいね。楽しいよね。ね、実況しながらやるの。うん、そう、コメントがあってね。うん。やっぱコメントこれだけね、たくさんしてくれるのやっぱ楽しい、ね。嬉しいよね。ないと成立しませんからね。今日もすごくない？うん。そうですよ。うん、すごい、いっぱい、うわ、すごい、こんなに。だからあれですよ、やっぱこうね、配信とかライブもね、成り立つのはね、やっぱこうパソコンの前で、携帯の前で、見てくれてる、あなた。いつそらおん、これペチって言ってない。大丈夫、あなたたちって言ってない。なんでペチなやつだね、もうほんとね、のおかげで本当に成り立っていますし、何よりもやっぱそれがね、僕たちのモチベーションになりますんで、頑張っていきたいなという気持ちになるので、これからもぜひぜひジャパハリネット TV、 それからジャパハリネット4人のことをよろしくお願いします。お願いします。まあ2人来てくれたことにね、そうですね、やっぱ非常に濃い配信をお届けできたんじゃないかなと思っております。
いやということで、はい、もう僕たちもね、もう全力でお届けしてきた配信です。もうものすごいお腹いっぱいになって楽しかったのですが、はい、皆さんどうでしたでしょうかね。うん、またジャパニネット TV はね、不定期に行っていきたいと思いますので、はい、告知を見つけた時はぜひ見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日も4人で。ジャパハリネットでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。愛ある世界は生き生きらい。夢そうと思っても生き生きらい。I love you でも生き生きらい。この世はテーマパーク。その目が Two Gears その目